初代スノードン伯爵、アンソニー・アームストロング・ジョーンズは、イギリスの写真家、貴族。イギリス国王ジョージ6世の次女、マーガレット王女の夫で、初代スノードン伯爵に女せられた。弁護士、ロナルド・アームストロング・ジョーンズとその妻の間の、一人息子として生まれる。父方の祖父は、精神科医、内科医のロバート・アームストロング・ジョーンズ。祖,祖父は、ウェールズの教育学者。 オーエン・ド・バーツ、母方の祖,祖父は、漫画家のエドワード・リンリー・サン・ボーン、代々お父は建築家のアルフレッド・メッセル。両親は、アンソニーが幼い時に離婚した。学童期にポリオを患い、半年間リバプール病院に入院する。イートン校、後に、ケンブリッジ大学のジーザス・カレッジに通い、建築を学ぶが、卒業試験は合格しなかった。大学では、 ボートクラブに在籍し、1950年のオックスフォード大学との対抗戦では、ダッシュとしてクラブを勝利に導いている。大学を出て写真家としてのキャリアを積み重ねる。1957年には女王エリザベス2世のカナダ訪問に公式に随行した。1960年代にはサンデータイムズの芸術監修を務め、1970年代には 英国一のカメラマンとの評価が固まる。その作品ジャンルはファッションからドキュメンタリーなど多岐に渡ったが、作品は、防具、バニティフェア、デイリーテレグラフなどに多数掲載された。2001年には、ナショナルポートレートギャラリーで開顧展が開かれる。また、空間構成の監修も行った。主な作品として、フランク・ニュービー、セドリック・プライス、 ロンドン動物園の鳥小屋などである。1969年には、ギオイのチャールズ王大使のプリンス・オブ・ウェールズ女爵の式典の統括も行った。アメリカ合衆国を訪問し、ホワイトハウスで、ジョンソン大統領夫妻の歓迎を受ける王女夫妻。左から、スノードン博、レディバード大統領夫人、マーガレット王女、ジョンソン大統領1960年2月に、 エリザベス2世の妹マーガレット王女と出会い、5月6日、ウェストミンスター寺院で挙式。ケンジントン宮殿の一室に今日構えた。アンソニーはハノーバー朝以降の王族の配偶者としては、初の尺位とは無縁の一平民だったが、王女との釣り合い上、婚儀に際し、スノードン伯爵に助せられた。イギリスでは、女性の一世王族は結婚した後もそのまま。 王族としての身くらいを失わずに王室に泊まる。変わるのは、正式称号で、結婚後は、基本的に、誰々の夫人であることを示す文言が、その一部となる。その場合、配偶者であるアンソニーが平民だと、マーガレットの正式称号は、アームストロング・ジョーンズ・レイ夫人マーガレット王女殿下となり、これは当時としては、不釣り合いなものだと考えられていた。そこで結婚と同時に、 アンソニーをスノードン伯爵に除して、マーガレットの正式称号がスノードン伯爵夫人、マーガレット王女殿下となるよう図らったのである。アンソニーはマーガレット王女との間には一難一女を設けている。二人の結婚生活は早いうちから破綻をきたしていた。王女は結婚前に恋愛関係にあったピーター・ W ー・タウンゼント空軍大佐との破局に昇進しており、 アンソニーとの短期間での結婚も、その衝動的なリバウンドだった。結婚後もアンソニーは、本業の都合で留守にすることが多かったため、やがて王女は深夜までパーティーを繰り返すようになり、一方のアンソニーも乱れた、性生活を送った。両者ともに、あからさまな行動だっために、アンソニーの同性愛疑惑とも相まって、ゴシップの格好の標的になった。さらに、両者の友人の暴露も、 相次いで、不倫報道は別居後も続いた。1978年に正式離婚した。アンソニーはその年のうちに、映像ディレクターのマイケル・リンゼー・ホッグ順断尺の元妻、ルーシーと再婚し、一条を設けた。アンソニーにはこの他にも1976年以降、半ば公然の愛人として、ジャーナリストのアンヒルズがおり、その関係は1996年の大晦日に、 アンが自殺を遂げるまで続いた。その後2000年になって、アンソニーには、カントリーライフの編集者、メラニーケーブル・アレグザンダーとの間に2歳になる、隠し子がいることを暴露されるに至って、ついに、ルーシーと離婚した。ありがとうございます。